沖縄最北端の有人離島伊平屋島。那覇市のタイムスビルでは今日から島の魅力を発信する物産展が開かれていて、今が旬の手長だこ、死骸をニラ、玉ねぎとともに味噌で炒めた死骸丼や、島の牧草で育ったため臭みがあまりないというヤギ汁など、島ならではの特産品が一堂に会しています。おいしい、旬の魚や、島だこ、丹精込めて作った特産品をたくさん持ってきています。ぜひいらしてください。物産展はあさってまでで、明日からの2日間は事前予約制で、伝統的な生活品、民具作り体験も行われます。